Hello, My Hero Academia fans! Let's see if you can guess the character by their voice in 8 seconds. There are 38 characters in total. Let's find out how many you can guess correct. 音量の大きさを設定してね。どう？よく聞こえるかな？自由に決めていい。負けたくないから！たとえ相手が誰でも！音量の大きさを設定してね。どう？よく聞こえるかな？自由に決めていい。負けたくないから！たとえ相手が誰でも！あなたのことは知りませんが、立場利用させてください。あなたと組むと必然的に注目度がナンバーワンになるじゃないですか。あなたのことは知りませんが、立場利用させてください。あなたと組むと必然的に注目度がナンバーワンになるじゃないですか。悪くない。これはちょっと恥ずかしいかも。バッチリ決めちゃうよ。へこたれないでよ。私が勝つ。悪くない。これはちょっと恥ずかしいかも。バッチリ決めちゃうよ。へこたれないでよ。私が勝つ。やっぱりこれ超恥ずかしいんだけど。穴が崩れるスピードより速い。このままいけば。やっぱりこれ超恥ずかしいんだけど。やっぱりこれ超恥ずかしいんだけど。穴が崩れるスピードより速い。このままいけば。やっぱりこれ超恥ずかしいんだけど。いいもん買ったじゃねえか。悪くねえな。んだこれ！ド派手に行くってか！ぶち負けろ！お前には負けねえ！いいもん買ったじゃねえか。悪くねえな。んだこれ！ド派手に行くってか！ぶち負けろ！お前には負けねえ！一瞬でやられたよね。A 組や B 組より優秀なはずなのにおかしいな。一瞬でやられたよね。A 組や B 組より優秀なはずなのにおかしいな。音量設定ができるよ。最速で好みに調節してね。ちなみに君は史上初の最速最年少でトップ10入り。音量設定ができるよ。最速で好みに調節してね。ちなみに君は史上初の最速最年少でトップ10入り。エセタシールド！幾層もの鶴で放電を封じますし、万が一があっても盾で受け流します。対応は万全。エセタシールド！幾層もの鶴で放電を封じますし、万が一があっても盾で受け流します。対応は万全。居残りの誘導、あやかスマイルネゴシエイト。傑物学園には物資が豊富にあります。脱獄や農務は違います。それ自体をも居残りの誘導、あやかスマイルネゴシエイト。傑物学園には物資が豊富にあります。脱獄や農務は違います。それ自体をもだからこれだ。もう一つの生態、変性可変気候マスク、ペルソナコード。俺の声は、ああ、マイクや拡声器を通すと効果。だからこれだ。もう一つの生態、変性可変気候マスク、ペルソナコード。俺の声は、ああ、マイクや拡声器を通すと効果が。私が普通に音量調整に来た。プロはいつだって命がけだ。私が普通に音量調整に来た。プロはいつだって命がけだ。ガチが開かない。今すべきこと。ドキドキするね。これで出せる。手加減なしだ。救う覚悟だ。ガチが開かない。今すべきこと。ドキドキするね。これで出せる。手加減なしだ。救う覚悟だ。ただの牽制だ。とはいえ、脱出は至難の業。唯一の救いは、重りで相手の動きが鈍いことか。ただの牽制だ。とはいえ、脱出は至難の業。唯一の救いは、重りで相手の動きが鈍いことか。サウンドチェックだよ。ロックに決めてよね。って、聞こえてる？おーい！もう、恥ずかしいんだけど。サウンドチェックだよ。ロックに決めてよね。って、聞こえてる？おーい！もう、恥ずかしいんだけど。もちろん、どっちかじゃなく、どっちも手に入れてやる。諦めなかった。もちろん、どっちかじゃなく。もちろん、どっちかじゃなく、どっちも手に入れてやる。諦めなかった。もちろん。音量の調節をしましょう。これぐらいだと大きすぎるかしら。キロ、あなたの好きなボリュームにしてくれると助かるわ。音量の調節をしましょう。これぐらいだと大きすぎるかしら。キロ、
あなたの好きなボリュームにしてくれると助かるわ。バカ野郎！てめえ、弱音吐いてんじゃねえ！俺は金属ゆえに熱に耐えられる。金属ゆえに喧嘩。バカ野郎！てめえ、弱音吐いてんじゃねえ！俺は金属ゆえに熱に耐えられる。金属ゆえに喧嘩。一つの新たな個性になっていたんだ。そのベースになった因子。つて雄英高校で君たちと苦楽を共にし。かつて俺たちは、一つの新たな個性になっていたんだ。そのベースになった因子。つて雄英高校で君たちと苦楽を共にし。チェックチェック。私と同じ匂いがする。やりたいようにやるね。恋バナ。楽しいね。チェックチェック。私と同じ匂いがする。やりたいようにやるね。恋バナ。楽しいね。音量調整か。よかろう。適切な音量に調節してくれ。ところで、うちのショートを見ていないだろうか。見ていないなら、音量調整か。よかろう。適切な音量に調節してくれ。ところで、うちのショートを見ていないだろうか。見ていないなら、音量調整とか、なんで俺が付き合わなきゃいけないわけ？あ？自己紹介？ヴィランにそれを求めるのかよ。音量調整とか、なんで俺が付き合わなきゃいけないわけ？あ？自己紹介？ヴィランにそれを求めるのかよ。違う。お前はオールマイトじゃない。偽物め。すまん、ショート。もう少し待ってくれ。特に貴様だ！ヒーローになる気はあるのか？知ろう！どうしたらフンが人間様を救えるか？戦闘力！特に貴様だ！ヒーローになる気はあるのか？知ろう！どうしたらフンが人間様を救えるか？戦闘君の方にもね、B 組にキノコ生えないの変だと思ってた。滅菌処理してたのね。教えて！君の方にもね、B 組にキノコ生えないの変だと思ってた。滅菌処理してたのね。教えて。音量調整か。よく聞こえているよ。いい判断だ。どうだろう。ここで決めても良いと思うが。音量調整か。よく聞こえているよ。いい判断だ。どうだろう。ここで決めても良いと思うが。デク君でしたっけ。活躍見ました。ご自身ではどのようにお考えでしょうか。あの、デク君でしたっけ。活躍見ました。ご自身ではどのようにお考えでしょうか。あの、音の大きさを調整できるみたいだぜ。しっかり聞こえるよな。小さくねえか。いい感じで頼む。本物の男を見せてやるぜ。音の大きさを調整できるみたいだぜ。しっかり聞こえるよな。小さくねえか。いい感じで頼む。本物の男を見せてやるぜ。もう小さくてもいい。しかしあまり極端なのも良くない。俺が他人に指図なんてお腹痛くなってきた。あとは頼むよ。もう小さくてもいい。しかしあまり極端なのも良くない。俺が他人に指図なんてお腹痛くなってきた。あとは頼むよ。見えるものは変わらん。終わりだ。3分経過した。オールマイトの弟子だ。策が一つ通じなかっただけで何とも無残。見えるものは変わらん。終わりだ。3分経過した。オールマイトの弟子だ。策が一つ通じなかっただけで何とも無残。個性で両手が大きくなるから、その分パワーもアップする。それより、音量調整は終わったのか？どんな相手でも、得意で攻め。個性で両手が大きくなるから、その分パワーもアップする。それより、音量調整は終わったのか？どんな相手でも、得意で攻め。守りがおろそかになるものだ。ピザーラ神の点は、俺たちだけじゃない。外はあのエンデバーをはじめ。守りがおろそかになるものだ。ピザーラ神の点は、俺たちだけじゃない。外はあのエンデバーをはじめ、手だれのヒーローと警察が包囲してる。中を少々いじり気絶させた。手だれのヒーローと警察が包囲してる。中を少々いじり気絶。手だれのヒーローと警察が包囲してる。中を少々いじり気絶させた。手だれのヒーローと警察が包囲してる。中を少々いじり。許可します。学生時代につけたヒーロー名が、世に認知され、そのままプロ名になってる人多いからね。ご了
許可します。学生時代につけたヒーロー名が、世に認知され、そのままプロ名になってる人多いから、ね。誰だ君は。俺か。ただの古いヒーローだよ。このくらいか。で、音量調整したか。はよしろ。誰だ君は。俺か。ただの古いヒーローだよ。このくらいか。で、音量調整したか。はよしろ。メルシー。いいチームプレイができたね。でも、君と会うことは二度となさそうだ。メルシー。いいチームプレイができたね。でも、君と会うことは二度となさそうだ。僕のためにやる。あはマジかマジかバッコ笑うな癖ついしまって洗っても治んねんだ。僕のためにやるあはマジかマジかバッコ笑うな癖ついしまって洗っても治んねんだ。音量調整を行う。これは授業じゃない。どうだ？自分に合った大きさになっているか？音量も個性が大切だ。決定権はお前に。音量調整を行う。これは授業じゃない。どうだ？自分に合った大きさになっているか？音量も個性が大切だ。決定権はお前に。いつどっから来てもいいよね。一番手は誰だ？問題児！いいね、君。やっぱり元気があるな。いつどっから来てもいいよね。一番手は誰だ？問題児。いいね、君。やっぱり元気があるな。